おはもーにー。新世界、西成、ワンダーランドの鉄板焼きホルモン山木に再来。去年は臨時休業だったからこれが初。大阪本命のお店だったので早起きして向かったら、若いカップルや週一で来てるという終始笑顔のおじさんや、カップ酒持って仕切ってるおじちゃんなどいろんなタイプの人が並んでました。この大きな鉄板で焼かれているのは1本80円のホルモン串と肝焼き。80円。アルコールの種類はビールか入り期間、酒の3種類です。私はとりあえず生でいっちゃいます。プッシュ。今日はようやくみんな集まったので乾杯。妹は朝の目覚め 7% レモンサワーどう、すっきりめレモンですね。すっきりめレモン、うん、ホルモンが焼けるタレの香りだけですでに昇天しそう。長くは滞在できないので2倍速で飲んで食べる心意気。これが噂のホルモン串。秘伝の漬けだれも容器にたっぷりで半身浴。濡れツヤ感が半端ないって。私もこんな肌になりたいよ。いただきます。もう生まれた時からずっと分かっていた気がする。おいしい。ニンニクがしっかりと効いたタレに絡んだホルモン、ビールとめちゃくちゃ合う。濃い味付け、照り焼きソースのような甘さもある。最後に足された秘伝の漬けだれをよく絡めると、追いニンニクとピリ辛さがマシマシになって飛べます。今のご時世はカップ容器にタレも串も入れて提供されているそうだけど、これまでは二度漬け禁止のシェアハピ式だったらしい。この秘伝のタレが話題で、おうち山木をしている方がたくさんいるので、私も今度試してみようと思います。いとこは何の脈絡もなくナチュラルに突然変な踊りをし始めて、我々ドン引きしていたら、常連さんたちがちゃんと受け入れてくれていて優しい世界だなと思いました。こちらは肝焼き。見るからに柔らかそうでプリップリ。手に滴る肝焼きのタレ、もったいないからちゃんと吸うし、しっかりとニンニク香るハンドクリームとして塗り込む。おいしい。柔らかくて吸収性がいいから、タレを目いっぱい吸ってじゅわーっと口いっぱいに広がる。口の中メテオガーリック。ちゃんと秘伝のタレも飲み干すから、トリコみたいにムキムキにならないかな。積極的にニンニクをドーピングして栄養をつけよう。おかわりホルモン串、酒もおかわり、入りき召喚プッシュ。乾杯。テイク2。度数も高くて胃袋に直接アルコールがジョンジョンと響いている感じがします。おいしい。ストゼロよりもレモン感強めで、ちょっぴり苦味も感じるさっぱりさ。ここでお目当ての裏メニュー、アブラを注文しよう。すいません、油ってあるの？あります。もしかしてハマ、あ、います。通常鉄板には登場していない裏メニュー、入荷して売り切れていなければ食べられる一品です。ところ天之助よりもプルンプルンしてる。食べる。突然口の中に出現したよ、二郎が。脂身が年齢とともに小学6年生くらいから食べれない体になってしまっていたけど、これは不思議と食べられるし進む。レモンサワーと一緒に流しコロボックルすれば無限ループの始まりかもしれない。うまさのあまり動揺してスローモーションのボタンを押してしまっていたようです。レモンサワーを両手に掲げた時、ホルモンの神聖な煙が私を取り巻き、まるでファンタジーな異世界に転生してしまったかのように撮れている。伝わるだろうか、この多幸感。そしてこのチューハイが結構酔える。やっぱり 7% かつホルモンの組み合わせが促進させるな。幸福ドーピング完了。噛むだけで幸せ。わかる？わかる？わかんない。ごちそうさまでした。タレが染み込んだ手の匂いを嗅ぎながら、土地に詳しいとこについていくことに。日頃確定演出を見つけて縁起がいいので、とりあえず自販機でストゼロを買います。いとこが小銭を入れた瞬間に強奪。ワンカップと一緒に乾杯。おいしい。へんてこな動きをすると落ち込んでいても元気が出るそうなので、私が普段からメンタルが強靭な理由はここにありそう。いとこと後輩がラーメン屋を発見したよ。1杯200円で有名なところらしい。ちゃんと丼でトッピングもついてる。日を浴びながらの野外ラーメンは貴重。お天道様にいただきますを伝えて、ズルポズルポ。しっ
っかり豚骨、親近感のある袋麺の味、メンマがこれまで食べたことがないような不思議な味だった。科学的な甘さがあるというか、とにかく不思議だった。後輩曰くカップ酒の味がしますと言ってたけど、真相は謎に包まれたまま。この時はまだレーシック前の視力悪いままで何も気づかないですすっていたけど、帰り際に妹が数々の生命体が浮かんでいたけど、ねえねもいとこも完食しててさすがだわと教えてくれた。ゾッとする話。まあタンパク質ってことでOK です。最後にスマートボール打ちに来た。妹からもらったマスクなんか変じゃない？100円で遊べてコツとかわからないからすぐに弾がなくなっちゃうけど、見かけるたびに遊びたくなっちゃう。それがスマートボール。冬場タイムがたまらないんだよね。この後いとこに悲劇が襲いかかりました。また別の動画で出そうと思います。大阪遠征直前のおまけ。ねえ、そういえばあれ覚えてる？何あれって？沖縄旅行行った時に、ね、なんかもうバスの出発まで時間ないのに急にメイクしたいみたいな言い出して、なんか一緒に来てみたいな。それ嘘やん。え、そんなことあった？あったよ。でトイレ連れてかれてな、メイクし始めたと思ったらさ、うん、なんかこのハイライト見えますかね、このハイライト、こちらをこの鼻筋に塗ると変わりませんみたいな、一人でいきなりやりだして時間ないから早くやれよと思って動画を何もやってない。そう、無駄な時間が多いから終わんないんで。なるほどね。確かに寝坊とかじゃないからね、いつも。それで結局さ、ついてった陰謀がさ、うん、なんかお腹壊してるみたいになって、最悪なの。PP 容疑かけられて。そう、そんなことあったんだね。あったのか。やばいやつじゃん、そいつ。そいつじゃ、ほんとやばいやつなんだよ。お前だよこのなんでそんなお風呂に入りたがってんの、解説して。いや、だって当たり前のことじゃん、一日一回お風呂入るなんて。だってお風呂入りたくてこんなになるわけないじゃん。入らせてくんないからこうなってるんだよ。早く入らせてよ。さっき、おやすみ。みんなしてってした？こっちはしてるけど、こっちはかけてないんだからね。そっちは頼むから。おやすみ。天ぷらとうどんとビールでーす。かぼちゃ、なす、半熟卵、多分鶏、あご衣も全部取れてる。温泉卵になっちゃった。おー、これじゃないの？これじゃない？乗るの？本日もジェットスターをご利用いただきまして誠にありがとうございます。違うの？追いすぎみたいな。やばくない？おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。念願の山木に行けました。めちゃくちゃ美味しい。確かに気まぐれクックさんとかいろんな方がおうち山木を作ったりしている理由が分かりました。西成ジャンクな味でもね、ジャンクフード好きで濃い味、ジローとかそういうものが大好きな私にとってはドンピシャでした。早くおうち山木やりたいと思います。ほんじゃバイバーイ。